はい、こんにちは。今回はこちらですね。カラートリートメントのラベンダーアッシュを使って実際にこちらの金髪にどういう入り方をするのかというのを見ていきたいと思います。で、実際に塗布して10分ほど置いて、10分置いた後にちょっとチェックでコーミングを入れた後にプラス5分置いてぬるま湯で流します。で、それで染まり具合を見ていきます。はい、で、こちらが仕上がりになってます。はい、今回使ったのがラベンダーアッシュになるんですけど、そんなに紫、ラベンダーっていう感じはあんまりないですね。普通のアッシュっていう感じなんですけど、おそらくカラートリートメントなので何度か繰り返していくと色が重なってよりラベンダーっぽくなってくるのかなという感じがします。でも色は綺麗なので、こういう色が好きな方はぜひこちら使ってみてください。今回は以上でした。